ゼロボードはお客様の脱炭素経営支援パートナー企業になりたいなと。3社それぞれウィンウィンウィンな関係を続けるのかなと。おっしゃるとおりです。皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。今回はなんと私バンコクに来ておりまして、ゼロボードタイ代表の鈴木様に対談の機会をいただきました。鈴木さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。鈴木さんはディレクターオブヘッドオブ APAC リージョナルビジネスという役職で、日本以外の東南アジアおよび東アジアを統括されていらっしゃるということですね。はい、そうでございます。また今タイのですね、ゼロボードタイさんのオフィスにお邪魔しております。鈴木さんとの出会いはゼロボードの竹井さんにご紹介いただいたんですけれども、竹井さんと撮影したのが1年前ぐらいなんですね。そこから非常に急成長されていて、設立から 1.5 年経ったぐらいでタイを設立されたんですよね。本社が創業して2年も経たないぐらいでゼロボードタイランドを創業しました。すごいですね。どんな思いで設立されたんでしょう。我々ゼロボードタイランドを立ち上げた背景と理由として大きく2点ございまして、1点目は日本企業のお客様からのデマンドというところ、で2点目が東南アジア、特にタイ企業からのデマンドっていう、この2点がございます。1点目はですね、やはり我々創業して2600社ぐらいですね、ユーザー企業様にご利用いただいておりますと。でグループ企業様合わせると今6000社以上ご利用いただいてるんですけども、日系企業のお客様に対してのですね、この脱炭素支援をさせていただいて、日本国内の拠点だとか、そういったところの省エネの取り組みとか、その脱炭素の算定の取り組みが一巡してくると、次は自分たちの海外法人とか、もしくは海外の取引先、そのあたりの支援っていうところをできないかというお問い合わせがいただいたんですけども、そうなった時にやはり日本の製造業の集積地であるタイっていうところですね、それは日系企業のお客様の法人があるっていうだけではなくて、やはり日系企業のお客様ってタイの企業との取引も特に製造業を中心に非常に多いので、我々としてまず日系企業のグローバルサプライチェーンを支援するには東南アジアのタイに拠点を置いてしっかりやろうということでタイ法人を作ったのが1つ目の理由でして、2つ目はタイのローカル企業からのデマンドというところでございます。ゼロボードタイランドを立ち上げる前に、在タイ日本大使館さんとタイの CP グループという財閥があるんですけど、そこの共催のスタートアップピッチイベントみたいなのがあって、タイの財閥グループと日本のスタートアップ何社かがピッチしてビジネスマッチングするというイベントが2年前ぐらいにあったんです。そのイベントの後にタイのローカル企業様からかなり問い合わせをいただいたっていうところがございまして、なんでこんなニーズがあるんだというふうに考えると、その2年前ぐらいですと、タイの証券所セットっていうのがストックエクスチェンジオブタイランドっていうのがあるんですけども、上場企業は財務諸表だけではなくて気候関連情報の開示をしなさいよと、タイの上場企業にも取り組まないといけないと、脱炭素の1本目である CO2 排出量などの気候関連情報の開示をしなきゃいけないとなった時に、そういったゼロボードみたいなですねプラットフォームまだタイにもですねなかった、そういった話もあってですね、タイの上場企業からイベントを機に問い合わせがあったと。なので我々はまずタイにオフィスを構えて、タイを中心に、あとは東南アジアですねっていうところを事業展開できるんではないかと早速始めました。タイ法人を作られたのが2021年とかになるんですかね。タイ法人作ったのは2023年の3月31日なので、ちょうど1年2ヶ月前ぐらい。タイおよび東南アジアの脱炭素化のマーケットがどれぐらい盛り上がっているのかというところもですね、お伺いできればと思っておったんですけれども、本社とのこう違いっていうとどういった役割分担になるんでしょうか。ゼロボードジャパンとゼロボードタイランドのお客様に対する提供役務とかあんまり違わないんですけども、対象としているお客さん、それが違うという感じですね。日本本社は日本にいるお客様とか欧米とか東アジアとかも結構今日本の方でリードしていただいて、ゼロボードタイランドはどちらかというとタイおよび東南アジアですね。プロダクトは一つですよね、 GHG の見える化、はい、それは日本で作られたプロダクトなので日本仕様ですけれども、タイだったりシンガポールだったりっていうので若干ローカライズする必要が出てくるというか、はい、そこのコミュニケーションを窓口としてゼロボードタイランドが対応されて、一部プロダクトをカスタマイズするといったことも発生してくるんでしょうか。おっしゃる通りですね。基本的にゼロボードジャパンが中心としてこの開発っていうのはメインでやっているんですけども、タイのレギュレーションだとか、タイの政府機関に対する報告レポートフォーマットとか、言語だけじゃなくて求められる情報も大きく違うので、そういった国ごとのレポーティングとかニーズ機能、そういったところは全然違うので、ね、それは全て我々の方でお客様の要件っていうのを集約してゼロボードジャパンと一緒にですね開発していくと。
というような形でございます。我々ありがたいことにスタートアップのゼロボードタイランドだけで東南アジアの各国のレギュレーション、あとお客様のニーズ、言語もそうですけども、全て集約するのってなかなか限界があるんですけども、我々がパートナー戦略というビジネスモデルを取っておりますので、パートナー企業である商社様ですとか金融機関さんですとかコンサルティングファームさんですとか、まあ、そういったパートナー企業様各国に連携させていただいておりますので、パートナー企業様の助けを借りながらですね、地域でのローカライズっていうところを進められているっていうところが一番の要因かな。パートナーの役割としてはどういった役割を担ってらっしゃるんでしょうか。大きく2つございまして、1つ目が顧客紹介の文脈のパートナー、2点目はソリューションパートナーっていう役割。まず1点目としてはゼロボードだけで直販みたいな形で行くのは限界が正直あると思ってますし、パートナー経由で事業を拡大していくっていうところが我々の営業の一番 のメインとなってきております。ただですね、我々が今パートナリングさせていただいている会社もですね、日本もそうですし東南アジアのローカル企業さんも基本的にサプライチェーンに対してですね、コアとなるような企業様と組ませていただいているんですけども、顧客紹介して手数料に対してメリットを感じるような規模の企業様ではなくてですね、どちらかというとゼロボードと組むことでメリットを感じていただける企業様がパートナーになっていただいているというところがあります。じゃあなんでゼロボードと組むかっていうと、例えば金融機関さんだとスコープ3の投融資先のポートフォリオをやっぱり可視化する必要があると、自分たちの投融資先に対してゼロボードを積極的に紹介いただける、投融資先が CO2 の3点に着手して可視化できれば、結果的に自分たちのスコープ3のポートフォリオは可視化できて、自分たちの脱炭素が進むと、それが進むと自分たちがグリーンファイナンスを提供できると。商社さんとかもパートナーで多いんですけども、商社さんもですね、自分たちのサプライチェーンでの、まあ、ニーズのあるプロダクトだとか素材とかソリューション、そういったところのニーズをしっかりサプライチェーンの中でも拾っていきたい。なのでゼロボードとしてもですね、我々の営業代行してくださいなんて打診をパートナーさんにしたことは一切なくてですね、双方やはりメリットがないとパートナー戦略は立ち行かなくなってしまう。ゼロボードさんのビジョンで脱炭素化を機会とするチャンスを捉えるという、はい、そういったビジョンが終わりだったと思いますが、パートナーの方にもそういった意識のある方々が集まっているのかなという印象を受けました、パートナーのサプライチェーン、ここに対してソリューションを提供することによって脱炭素化への対応をこうチャンスを、企業価値が高まるですとか事業が拡大する、そこに対して例えば金融機関であればファイナンスも提供しやすくなるし、3社それぞれウィンウィンウィンな関係を続けるのかなと。おっしゃる通りです。2点目の先ほど言ったパートナーの役割であるソリューションプロバイダーとしてのパートナーっていうところなんです。これは我々のビジョンっていうところをご説明させていただくと、ゼロボードは CO2 の算定ツールプロバイダーにはなりたくないなと思って、そのお客様の脱炭素経営支援パートナー企業になりたいなと考えておりまして、ちょっと例を例えると、人間が体重を落とすダイエットを取り組む、今100キロなので1年後に80キロまで落としたいとか、ジムに行くかとか公園走るかとかプール行くかとか食事制限するかとか、いろいろあると思うんですけども、いきなりそういう削減の地点に着手するより、まず1回体重計によって1年後までにこんぐらい落とすためには3ヶ月後に何キロ落として半年後にどのぐらい、そのための削減の打ち手はこうだとか、そういうふうに削減計画も立てていくんですけども、ゼロボードはそういうことをアドバイスするパーソナルトレーナー、ダイエットでそういうふうに伴走していきたくてですね、そのために削減の打ち手っていうのは自分たちのソリューションだけではなく、お客様と一緒にですね相談しながら選択の余地を与えるっていうところは中立なパーソナルトレーナーだと思って、なのでゼロボードはあえて削減ソリューションまでワンストップで自分たちで提供しますよっていうことは言わずにですね、中立な立場でこの削減の打ち手のですね選択余地をお渡ししてこうアドバイスするっていう立ち位置でですねビジネスをさせていただいております。そのためには自分たちでその削減ソリューションは提供できないので、その削減ソリューションを提供できるさまざまな分野のパートナーと組んで、そのエコシステムをいっぱいつなげていくことがユーザーの利便性につながっていくっていうところを考えております。パーソナルトレーナーってすごく分かりやすい、ちょっと余計分かりづらくなって、いや分かりやすいと思いますあとはぜひ東南アジアの脱炭素マーケットの盛り上がり具合に関してもお伺いさせていただきたいのですけれども、日本が脱炭素化に舵を大きく切ったのが2020年の菅前首相のカーボンニュートラル宣言ですね。グリーントランジションのためにお金を投資していくと大きく潮目が変わったタイミングでした。東南アジアでは今どういった状況なのでしょうか。2050年のネットゼロの目標を掲げている国もあると思いますけれども、東南アジアの中での特に喫緊のニーズとして現れ
られている国っていうのはあったりするんですか？東南アジアではですね、やはり2050年カーボンニュートラルって宣言した国がですね、非常に多いなっていうところはあります。タイもですね、プライムミニスター変わってしまいましたけど、前プラユット首相っていう方がですね、日本と同じようにカーボンニュートラルを目指すということを宣言されてました。このプラユットさんの時にいろんな脱炭素の施策というところが出てきたんですけども、脱炭素っていうのが東南アジアのこれから盛り上がっていくという国で、経済の制約にならないように、経済と脱炭素で両立できるのかとか結構言われますけども、タイもですね、脱炭素の取り組みが経済の制約にならないように、社会とか産業構造の変革になるようにするための施策を打ち出すというふうになって、そのためにはですね、タイは例えば BOI っていう政府機関がですね、 BCG エコノミーの促進というところを打ち出して、 BCG っていうのはバイオサーキュラーグリーン、バイオ系のビジネス、循環型のビジネス、グリーンですね、グリーンのビジネスに対して例えば税務恩恵を与えるとか、法人税をどのぐらい免除するとか、まあ、そういったこの施策を打ち出したっていうところはありますね。タイって中進国の罠ってよく言われるんですけども、一次産業でこうずっと来たんですけども、そこから先進国を仲間入りするために高度な IT 産業とかいろんな製造業とかいろんなところで経済伸びていく予定だったんですけども、なかなかこう伸びていかないと、まだ一次産業がやっぱり多くて中進国でこう止まったまま、そこから抜け出せない罠にこう入っていくということになったんで、やはりこの脱炭素っていうところを彼らはやっぱり産業構造の変革の機会と捉えて、そこから脱却するためにですね、 BCG 経済の促進だとか、あとはタイの証券所がその上場企業に対してですね、2021年の12月ぐらいからですね、気候関連情報も市場に対して開示しなさい、そういう取り組みが出てきたので、そのようなレギュレーションに対してフォローしていくという機運が高まっているという状況でございます。やっぱりそういった産業の構造を大きく変えるっていう時には、政府による温度を取るのがすごく大事だなと思います、はい、その大きな変化というのがやっぱりスタートアップにとってはチャンスになると思いますので、そうですね、そこに対して御社がこうマーケットを作っていっていらっしゃる、はい、ということなんですね。そうですね、私の理解ですと、タイって電気代が何気高い。そうですね、高いですね。でそこの電気代を太陽光を例えばつけることによって、自家消費をすれば工場などでもよりリーズナブルにかつ再エネを使うことができるということで、タイのグリーンという観点での一つの参入の切り口になるのかなというふうに思っていたりしました。タイ以外ですと、タイと同じように盛り上がっている国というのも他にあるんでしょうか？やはり東南アジアでいうと、これ私の個人的な解釈ではありますけども、各国でいろいろ商談とかも重ねている中で、シンガポール、タイ、マレーシア、このあたりは脱炭素の取り組みが、これローカル企業を含めて徐々に進んできているような印象を受けます。その次がインドネシア、ベトナムなどです。これはもちろんインドネシア、ベトナムをですね、政府が積極的に脱炭素の促進を図ろうとはしているものの、これから盛り上がってくるというフェーズかなと考えております。マーケットに参入するタイミングってスタートアップにとっては非常に重要ですよね、はい、あまり早すぎても良くないですし、遅すぎたら今度大企業が持って入るという場合、そこで今はタイを中心にマーケットを広げようとされてらっしゃるということですね。そうですね、はい、その時にすごい衝撃を受けたのは、日本のプレゼンスを高めていきたいな、うん、いろんな修羅場とかも正直かなりあったので非常にやりがいがある、うん